崎チャンネル。じゃっ。こんにちは。今日はですね、はい、ちょっと納得できないっていうか、うん、はって思うことで言いたいなっていう。そんなことあるんですか。じゃあ坂間さんにここでちょっと聞きたいことがあります。はい。コーチ、監督、実績いりますか。でもやっぱある程度いるんじゃないですか。でも実績あるないで評価されますコーチって。監督はやっぱりなんかこう名を残した人がなるイメージはあるんですよ、うんうん、あ、まあコーチで言うとそんなになんか実績考慮されてない気はしますね。いろんな世間のね、はい、声聞くと、うん、実績あっても表現が正しいかどうか分かんないですけど、はい、無能やって言われる人もいれば、うん、だから実績ないけど、うん、この人は教えるの上手いとか、うん、名コーチとか、うん、育成能力あるとか、うんうんうん、で実績あっても、はい、育成能力ないとか、うん、無能やとか、はい、コーチングないとか、うん、なんかコーチって実績じゃないよみたいな。あ、確かにそうかも。結構早めにその球団を引退したしても、うん、こうコーチに入ったりとかで実績ないけど、うん、コーチとしては有能みたいな。 ありますね。だからコーチとか監督とかそういう指導者的なのは、うん、どんなにプロで実績あろうが、うん、もしくはプロで実績なかろうが、うん、プロ野球選手じゃなかっても、はい、指導力あるとか、うん、肩書きとか関係なくね、うん、そのもの自体で評価するしみんなもね、はい、評価されるじゃん、うん、でもよ、こっからが一番謎なんだけど、はい、解説者評論家ってすぐ実績言うじゃん。お前なんかヒット1000本も打ってないのに、はい、よくそんなこと言えんなとか、お前ホームラン100本も打ってないのにとか、うん、お前ベストナインゴールデングラブ取ったことないやろとか、じゃあキャッチャーで言うと古田さんとかの言うことは信用できるけどお前が言ってもなとか、俺エゴサとかもするし、はい、他の人とかあとヤフーコメとか、うん、いろんなとこ見るけども、はい、うん、評論家解説者って実績めっちゃ考慮されへん、うん、まあそれはありますね。でよく解説してる方って基本的に結構名を残した方しか解説してない気がします。そう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 、うん、逆に言うと実績がない人で解説者ってほぼほぼいない、うん、いないですね。でもしかも、はい、世間の目から見たり聞いたりしてても、はい、お前が言うなとかよくあるじゃん。ああ、もうそうですね、うん、実績ある人のことは 100% 信用だけど、うん、なんか実績ない人が言うと、いやそんなのあの人と言ってること違うとか、うん、えみたいな確かにそうですね。解説者って結構実績すごい重視される感じはありますね、うん、実績高い人の方の意見はもう絶対みたいな、うん、でコーチは実績じゃないのに解説評論は実績なんですかっていう。だって解説評論もよ、はい、実績なかっても、うん、もしくは元プロじゃなくても野球を見ることに長けてる人はいるじゃんね、うん、はいはい、なんならじゃあスカウトとかでも野球の解説ってできるっちゃできるそうですよね。今のいい球ですねとかあれですね、そうそうそう、こういうのこれダメですねとかね、うん、昨日もね五十嵐と袴さんとかと一緒にイベントあって、はい、まだ俺はねキャッチャーだからすごい有利な部分もあるのよ。ピッチャーのことも解説できるし、はい、フォームのことも現役時代からチェックしてたから、うん、説得力を持って解説もできるし、うん、リードのことも言えるし、はい、バッティングのことも言えるし、うん、守備位置のことも言えるし、うん、状況作戦のことも言えるのね、うん、それ全部自分が携わってたから、はい、そこにまあ説得力を生み出せるじゃんね、はい、でも五十嵐が難しいって言ったのが、はい、バッティングのこと言えない。あ、ピッチャー目線のいいバッターかどうかは分かるけれども、バッターの技術とか、うん、はお前が言うなってなんだよ。あ、そっか。とか、うん、バッターの人がピッチャーのフォームのこと言うと、はい、お前分からんやろって言うのよ。それおかしいんちゃうかって俺は思うんだよ。分かってるでしょっていう、うん、そこに元ピッチャーやから、うん、野手実績ないやから分からんやろって言うってことはもう実績じゃんね、うん、でバッターがピッチャーのこと言うと、うん、お前に言われてもなみたいな、うん、で逆にそうじゃないってこの前松坂言ってたよみたいな。はい、あ、松坂はいいって言ってるけどお前それダメって言ってても、そんなもん野手なのに説得力ないよとか、はい、その内容の精査よりも、うん、言った人のもので、うん、そうやって言われちゃったりするじゃん、うんうん、だから難しいよね。そうですね、うん、でもそれってやっぱ聞く人も聞く人で、解説者も全部主観じゃないですか、うんうん、正直、うん、だからこの人はこうやって見えてるんだなとか、そのなんか寛容な心で聞かないといけないですよね。そんな人いないじゃん。私はそれで聞いてますよ。私はさらにド素人なんでもうプロが言うことを元プロの方とかもうすごいと思ってるんで、もうその方々が言うんだったらもうそうだって。でも思い入れ強いじゃん、見てるファンの人は。だから自分と同じ意見だとそうやそうやっていうし、うん、自分と考え方違うかったら、違うなんだ、もうそんな間違ってるよって自分の考え方と同じ人の意見出してきて、うん、こっちの古田さんがこうやって言ってるのに、里崎お前そんな説得力ねえよみたいな感じになっちゃったりするから、実績ですかみたいな。だから俺でもね、そこでね、一つの答えを導き出したの、はい、そうですか。コーチングって多くの人は、さっき袴田さん言ったように、はい、分かんないじゃん。分かんないです、うん、分かんないから、はい、その結果からしか評価できないから、うん、要はそれに対して結果からの逆算でいい悪い言ってるだけで、はい、中身に対していい悪い言えないのよ、うんはい、でも解説評論って、うん、野球ファンの人ってみんな監督コーチだから、
そうですね、自分のなんか解説というか評論をしてるわけですよ、ね、あるからやっぱり自分の意見もあるわけじゃんね、うん、ってなった時にコーチ監督とファンの人って多分これぐらいの位置なんだよ、うん、でも評論家とファンってこれぐらいの位置にいるよでしかも言うことに対しての自分たちの意見も持ってるから、はい、それに反論できるわけよ、うん、技術は反論できないじゃん、はい、結果からしか、そうですね、でも評論は結果からじゃなくてもう言った瞬間から反応できるじゃん、うん、っていうところが、うん、そういう背景になってんちゃうかっていう、いや俺はもう今全試合の試合見てるから、はい、もうどんどん分かってきたけども、うん、そんなお前じゃ楽天対ロッテ戦になった時に、はい、お前セリーグしか知らへんのに来ていきなりポッて言われたら納得できないんだよみたいな、あ、まあまあそっかそっか、そういう風に思う方もいるわけですね、あ、でいるじゃんね、全然分かってないな、この選手もいる、何が悪いと思ってんだみたいな、いやここでこの場面はこのピッチャー交代でしょ、は、うん、そいつお前8回絶対出てくるんだから6回ぐらい登板するわけないやろとかね、うんうん、そうなってくるたらお前何も知らへんのに何偉そうなこと言ってんねんなるじゃん、はい、やった、私は自分の立ち位置が底辺なわけですよ、うん、あともうまだ全然分かんないこと多いし、うん、技術のことなんて分かんないしって、だからあのもう超寛容な心で、うん、もう元プロの方が言ってることはもう絶対だと思ってるんですよ、うん、どの方がどんな意見言ってても多分浜川さんはこっち寄りだからね、こっち寄りにいるから、はい、俺も含めていろんな野球 OB の人たちとも話せる空間もあるし、はい、気持ちもちょっと分かるんですよ、ね、そうそうそう、こっち寄りだからね、うん、でも、うん、あっち寄りの人たちはこっちと接点ないから、はいはい、そうですね、うん、たまにこうじゃあ楽天ファン目線として解説を聞くとするじゃないですか、うん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 、で楽天のことがそこまで深くは見てないんだろうなって方がもし解説してるとして、えファンとしてはこの選手こうじゃないんだけどなって思うことがあるとしてもですよ、うん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 、でも私は楽天のことすごい見てるけど他の球団のことが浅いことだってあるじゃないですか、この解説者の方ももっと深い球団もあれば楽天のことはまあ普通なんだろうな、まあ、解説者の方も全部見切れないよなって超寛容な心で見てるんですよ、でも解説者としたらそれじゃダメやと思う、俺らからの立場したらその分からないのにするって勉強していけよって、多分それはファンの人も思ってると思うね、はい、やるからにはちょっとぐらい勉強してきたり前の試合のこととか頭入れてからいいよみたいな、そうですね、もうちょっと見てほしいなとかね、うんうんうん、だからそこら辺が、うん、こう多分ここの一緒のところ、うんうん、そうですね、いるところで、うん、でしかもよ、東京はそんなことないんだけど、はい、多くのホーム球場での主催試合って、はい、耳行き評論解説多いやん、多いです多いです、そうですね、もう楽天戦の、 あの楽天ホームの楽天の解説者もう楽天の悪口1ミリも言いませんみたいな、応援解説ですよ、ね、はい、そう、大体どこもそうじゃん、はい、ビーザーなっていくとね、うん、まあ、その中で一人二人ちょっと跳ね返りみたいな人もいるけども、はい、うん、基本的にはもう応援解説になってるから、はい、ファンと好きな人は褒められたいじゃんね、うん、いやそう、いいって言ってほしい、いいところそんな文句言われたくないじゃん、ハーフだけじゃねえよみたいな、はい、いいところもあんだよみたいな、うん、そんなお前ネチネチ言ってんじゃねえよみたいなね、はい、でもそういうところで俺みたいなのがもうガンガン言っちゃうと、はい、あのフラットの人からするとネットでバズってんのが、はい、テレ東スポーツで、はい、あのハム対ロッテ戦の解説を岩本さんが先やって岩本さんが炎上して、はい、で次俺がやって俺が炎上するっていうね、はい、あのところのだからあの岩本さんがやった時は、はい、あのロッテファンが炎上して、はい、でもそれに対してハムファン的には岩本さん守れ的な、はい、で次の日佐々木がやったから、はい、ハムファンが炎上するっていうね、はい、あのハムファンとロッテファンのバトルで俺と岩本さんが炎上し合うみたいなね、あ、そんな事件があったんですか、うん、あったんだけども、はい、今ネットでバズってんのが、はい、日本ハムがオープン戦の時にアウトになってもホームへつなぐっていうやつで、はい、レフトからホームにつないだらレフトから中継までワンバン投げて、はい、中継がホームに適当に投げて、はい、キャッチャーはなんか適当にタッチするみたいな感じで、はい、どうせやるんだったらもっとちゃんとやんないと、はい、ただやってますよだけじゃ意味ないですからベンチはもっと怒った方がいいですよっていう風に言ったら、はい、それがすごいいい方に触れて拡散されてる、はい、ごもっともみたいな、だからこうフラットに見てる人たちは袴田さんみたいにその内容の良し悪しを判断してくれるんだけど、はい、やっぱ思い出あるとね、はい、お前何や文句言ってんじゃねえよみたいなそっちに寄っちゃうわけですね、はあ、っていうのとかなるからそうですねだからそこどこなんやろっていう、うん、どうなんですか皆さん、評論家と解説者は実績がいるんですかっていう、でも私は思いますよ、そもそもコーチよりも解説者の方がなんか枠って少ないんじゃないかなと思うわけですよ、まあまあ少ない少ないね、なかなかその少ない、うん、テレビ局も多くないし、解説するねあれも多くないから、うんうん、解説になるだけでやっぱ私はすごいなと思うんですよね、うん、だからもう俺はもう褒めるだけ無理なんだよ、なんでかっていうと、うん、褒めるだけだったら俺ぐらいの平民じゃ仕事来ないからいやいや本当褒めるだけでいいのはレジェンドだけ、だから俺はもう野球界のセルジオ・イチゴ目指してる俺セルジオ・イチゴさん一番大好きなの、サッカー、はい、もう俺セルジオさんの評、あの評論だけ見てる、はい、日刊で出てるから、あのテレ東で番組 ね、 あね、そう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 、俺もセルジオさん一番好きなの、はい、まあ忖度ない解説をねこれからも続けていただいて、そうそうですね、加藤さんいいじゃないですか、別に文句言われてもそれを楽しんでるんで炎上したいっていう方なのいいじゃないですか別にまあね、はい、あのそれぐらい注目を集めるね、はい、解説評論を
やっていきたいと思いますけれども、はい、皆さんね、どうですか、はい、あの解説地方論も実績いるんですか、はい